奥山選手お疲れ様です。お疲れ様です。まずは勝利した讃岐戦を振り返ってください。まあ3対0ということで、まあ、結果を見れば、まあ、割と差がついたゲームだったかもしれないですけど、まあ、本当にどっちに転んでもおかしくないゲームだった中で、まあ、本当に全員で、掴み取った勝利なので、まあ、喜びもすごい大きなものがあります。そんな中で3連勝を達成ということでチームの雰囲気はいかがでしょうか。まあ、3連敗してからの、3連勝ということで、まあ、これでやっと取り返したかなっていう、まあ、空気もありますし、まあ、雰囲気自体はすごいみんな前向きに次を見据えてやれているので、まあ、すごいいい雰囲気で毎日練習されていると思います。ディフェンダーとしては無失点での勝利ということで喜びが大きかったのではないでしょうか。まあ、やっぱり完封するっていうことは、まあ、ディフェンス陣として一つの目標としてやっているので、まあ、それが、まあ、今年は失点も少し多くなってしまっているので、まあ、そういう中で、まあ、2試合続けて完封できたということは、まあ、本当に、まあ、一つ大きな収穫かなと思っています。試合後に円陣をディフェンダー陣で組んでましたが、はい、それは喜びが大きかったというところから始まった。そうですね、まあ、一つのノリ的な感じもありますけど、まあ、あれでみんなで喜びを分かち合えていると思います。話は変わるんですが、今日から栃木戦に向けてトレーニングが始まりました。どんなことを意識して取り組みましたか。まあ、相手がどこであれ、まあ、自分たちのやることは変わらないので、まあ、いつも通り、まあ、ゼルビアらしさというか、まあ、しっかり全員でハードワークして、チャレンジとカバーを怠らないようにというところは、意識して取り組みました。栃木の印象を教えてください。まあ、セットプレーが強い選手が多いなというところ、まあ、ロングスローだとか、まあ、そういうところもありますし、まあ、あとは後ろの守備が硬、まあ、くて、まあ、対戦しづらい、やりづらいチームだなという印象があります。今特徴を挙げてもらいましたが、ゼルビアとしてはどのように戦っていきたいですか。まあ、本当に先ほども言いましたけど、まあ、どこ相手でもやることは変わらないと思いますし、まあ、しっかり前線から、しっかりと守備をして、まあ、そこから高い位置を取って速い攻撃ができれば一番かなと思いますし、まあ、そういった中でも、まあ、自分の持ち味である、まあ、守備のところでボールを取ってから、まあ、そこから、まあ、さらに攻撃につなげていけるような、プレーができたらいいかなというふうに思ってます。アウェーでの開催となりますが、関東ということでたくさんのサポーターが来てくださると思います。改めてファンサポーターの皆様へメッセージをお願いします。まあ、本当に、まあ、ある程度近場の方もだと思うので、まあ、本当に多くの方が来て、まあ、自分たちの後押しをしてくれると思うので、まあ、それにしっかり応えられるように、そして、まあ、4連勝できるように、また明日からいい準備をしてしっかりと臨んでいきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。